はい、やってまいりました。ローガンラガンズ原宿メモリアル番外編、俺の主義、ヨシさんの番です。寒いぞ、寒い、本当寒いんです。いや寒いです、確かに。なんだ、急に寒くなりましたよね。本当に今日ゼロ度とからしいですよ、最低気温。でも東京に限らず、うん、全国的に寒いんでしょ。雪とかすごいっていう話です、山形もですか。じゃないですか、きっと。聞かないですけどね、話は。聞いてないんだ、うん、ですか。まあ、皆さん気をつけてくださいね。ね、本当にね、寒さにはね、はい。まあ、インフルエンザとかもありますからね。ああ、そうですね。ね、本当にね。制限時間3分間で私が出したお題に吉江さんが答える、こんな〇〇は嫌だのコーナーでございます。はい、さあ、吉江さんはスキーとかスノーボールとかしますか。 しません。あれも2回、1回目とした北海道出身なのにしません。スケートは。スケートはまあ学生の時ちょっとでしたね。じゃあこっちで行きましょう。はい、こんなスケートリンクは嫌だ。スケートリンク、うん、まあ、リンク、スケート場全体でいいですね。うん、まあ、スキー場もいいかなと思ったんですけど、いや、イメージある方がいいかなとね、はい、思いますので、はいはい、では行きましょう。スタート。テンテテテンテテンテテンテンテテンテテテンテテンテテンテンテテンテテテンテテテテテテンテテテテンテテテン。おお、あら、あら、ららららららら。さあ、スケートね。まあ、スケートといえばフィギュアスケートもね。やっぱり真央ちゃん頑張りましたね。ねえ、ね。ぴょんぴょぴょんぴょぴょん。ぴょんぴょぴょんぴょぴょん、どんどんどん。はい、いちごシロップをかけてリンクを食べようとするやつがいる。これは本当に嫌ですね。3ポイント、ありがとうございます。やっと、まあ、雪とかでも やろうとする人いますよね。ん、普通に積もってる雪をこうすくってシロップかけて食べようとするやつ。ちびまる子ちゃんでやってました、まるちゃんが。雪は珍しいとね、やるんでしょうね、きっとね。ちっちゃい頃それやるとしたら母親に、こんなんゴミだからやめなさいって。そうだね、言われた。はい、ついつい転んでしまう、いちごシロップの餌食にベタ続いてるんですね。そう、ベタベタして、あー取れないよ。というところで、ユシさん、スケートは結構上手。いや、全然ダメです。なんか人並みに滑れるんですよね、きっとね。どういうふうに滑るんでしょうね。ツーツーツーって片手でなんかこんな手フラフラしてる。はい、スケートの、スケート靴の刃が包丁。危ないじゃないですか、確かにこう尖ってますけどね。ほら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 。さあ、やろ。ポン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 。最高で8人ぐらい。シンプル細すこと。どうせどこ。10人ぐらいしかいない。はい。スケート靴の刃で玉ねぎのみじん切り。ほらほらほら、スケートリンクじゃなくなってるけど。いいですよ、別に。スケート全般ってことですね。スケート全般なの。うん、5ポイント。さあ、まもなく3分経過してしまいますが。早いですね。じゃあ、あと3つぐらいいけますかね。こんなスケートリンクが4位になっちゃうかもしれない、はい、はい。浅田真央ちゃんのそっくりさんが多い。良い、良いですね。みんなは真央ちゃんだったら面白いですけどね。みんなトリプルアクセルの練習してる。はい、みんなスピンのしすぎ
て頭がおかしくなってる、まあ、回りすぎてもう目がフラフラとかです。目が回ったよ、目が回ったよ。さあまだいけますかね、吉井さん。はい、さあ乗ってきましたね。うち何人かは入っている。目が回りすぎて気持ち悪い、ね、ビビビビビ、はい、そこに転んでしまう。やだやだ、さっきのイチゴ以上に嫌ですね。そうでしょ、はい、今日は店内が本当静かですね。はい、転んだやつはイチゴシロップのやつと同じ。また転んじゃって、うわ、今度ベタベタじゃねえ、うわ、来たねみたいな感じですね。さあ、乗りに乗ってますね。はい、そんなリンクは嫌です。はい、終了ですか。はい、はい、終了。